どうも、宇宙やバイチャンネル、中の人のキャベツです。今回は、ウォールドの雲から過去最大の彗星が襲来中というテーマで動画をお送りしていきたいと思います。超巨大な彗星を発見。去年2021年6月、宇宙の膨張を司るとされるダークエネルギーの正体を解き明かすことを目的としたダークエネルギーサーベイ、通称 DS による過去6年分の観測データから新たに巨大な彗星が発見されたと話題になりました。もともと DS の任務は遠方の銀河を観測し、その分布図を作成することでしたが、非常に小さい光源を観測しているため、これまでも副産物として非常に小さく見つけにくい彗星や小惑星などの太陽系内の天体を新たに多数発見してきました。今回の主題である巨大彗星もそうした観測の副産物として発見され、 C2014UN271 という風に命名されています。または発見者の名前からバーナーディネリ・バーンスタイン彗星という風にも呼ばれます。実はこの彗星は2014年に撮影された画像データの中にすでに映り込んでいましたが、詳細は後述しますが、地球からの距離が遠いために当初は動きを確認できず、遠くの恒星の一つであると考えられていました。その後、太陽を公転する天体であると判明した後も、当初は岩石からなる小惑星であると考えられていました。ですが、ここ数年の観測データにはその周囲にもやもやした構造が映っており、これは太陽に接近するにつれて表面の氷が蒸発して形成された藻であると考えられ、現在では正式に彗星として認められています。公転軌道について、観測された時点での位置と速度から C2014UN271 はとてつもなく巨大な公転軌道を持っており、その公転周期は数百万年にもなると考えられています。ただし、現在は公転軌道の中でも太陽に非常に近い位置にあります。具体的には、最初に発見された2014年時点では、太陽から29天文単位、2022年4月現在では19天文単位と、大体天王星と同じくらいの距離にあります。そして、最も太陽に近づく点、近日点には2031年に到達し、その時の太陽からの距離は11天文単位ということで、土星よりもわずかに遠い程度の距離にまで接近してきます。現在も時速 35,000km という猛スピードで地球に向かってきていますが、11天文単位よりは近くに来ることはないので、太陽に接近しすぎてものすごい明るさで輝く大彗星になることはないと考えられています。ただし、これほどまでに巨大な彗星が太陽に接近した際にどのように振る舞うのかという点については、科学者の間でも大きな注目が集まっているようです。大きさの最新の推定 C2014UN271 は直径が100から 200km と、近年発見された彗星の中でも最大級のものであると推定されていました。そんな中、今年2022年1月8日にハッブル宇宙望遠鏡が撮影した最新の実写画像から、コンピュータンシミュレーションと地上の望遠鏡による過去の撮影データを用いて、彗星本体から放たれる氷と塵の部分を取り除き、正確な彗星の本体の姿を明らかにすることに成功しました。この画像から彗星核の直径は 137km にもなるという最新の推定値が得られています。これはこれまで発見された彗星の中で最大のものであり、基地の一般的な彗星核の50倍にもなる大きさということです。左から2番目のハレー彗星と比べると、圧倒的ですし、これまで最大だった右から2番目の彗星と比べてもかなり大きいのがわかります。質量についても太陽付近にある一般的な彗星の実に10万倍もあるとのことです。今後わかると考えられていること。
C2014-UN271 のように、非常に公転周期の長い水星や小惑星の公転軌道をたくさん調べていくと、太陽から1000から10万天文単位程度の領域では、太陽系全体を球角上で包み込むように、水星や小惑星が大量に分布しているというふうに推定できます。このような巨大な構造は、オールトの雲というふうに呼ばれています。今回の水星は、オールトの雲の中でもかなり外側の領域からやってきた水星であるというふうに考えられています。もしかすると、オールトの雲内には、今回の水星のような巨大な天体が無数に存在しているのかもしれません。C2014-UN271 の存在は、オールトの雲に含まれる水星の大きさや、総質量などについて重要な手がかりを与えてくれます。さらに、C2014-UN271 のような遠方の天体は、太陽系が形成された初期に、木星、土星、天王星、海王星のガス惑星が太陽系内を移動した結果、その重力の変化の影響で太陽系の彼方に追いやられてしまったと考えられています。そしてこの彗星は大きい分、地球からの見た目も明るいため、近日線に差し掛かる10年前とかなり早い段階でその存在に気づくことができました。そのためこれを調べる機会はまだまだ残されています。太陽系の歴史やオールトの雲の構造など、太陽系に残る大きな謎を解明するために、今後この彗星の存在は大きな鍵となってくるかもしれません。はい、ということで今回の動画は以上になります。この宇宙ヤバイチャンネルでは、こういった宇宙系の動画を普段から投稿しているので、ぜひ宇宙に興味がある方はチャンネル登録をお願いします。それでは、中の人のキャベツでした。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。で、これは宣伝なんですけど、最近僕、キャベツが生物の分野にすごいハマってて、この宇宙ってすごい、神秘的なんですけど、それと同じような神秘性を生物にも感じてて、で、新しく生物ヤバイチャンネルっていう YouTube チャンネルを立ち上げて、で、そこで生物の面白さを、この宇宙ヤバイチャンネルと並行して、しっかり勉強して発信していきたいなって思ってるんで、ぜひ、興味がある方は、この動画の概要欄に、リンクを貼っておくので、新しいチャンネルの方も登録してみてください。